七クマ。俺は鈴木庄司、七クマ化学工業で研究員として働いている。鈴木くん、ちょっといいか。社長が社長室に来てほしいってことだ。え、社長がですか？社長なんて数えるほどしか会ったことないんだけど、俺なんかしたか？入ってくれ。失礼します。突然呼び出してすまなかったな。いえ、こちらうちの取引先である佐藤社長だ。どうも。と、大変お世話になっております。なんで俺がここに呼ばれてんだ？研究の依頼なら所長に頼むよな。立ち話もなんだから座ってくれ。はい、失礼します。鈴木くんは確か28歳だったな。はい。結婚は？独身です。お付き合いしている人は？いません。それはよかった。ああ、出向命令か。研究員でもそんなことあるんだな。それじゃあ鈴木くん、ぜひうちの娘とのお見合いを受けてくれないか？はい、慎んで。って、えお見合い？いや、鈴木くんも乗り気でよかった。いえ、私はその。鈴木くん、ありがとう。よろしく頼むよ。断れない雰囲気になってる。わかりました。そうだ、どんな見合い相手かわからないのでは不安だろう。これが娘の写真だ。きっと行き遅れて親が心配して見合い相手を探してたんだろうな。え、めちゃくちゃ美人じゃないか。佐藤社長のご令嬢、美人だろ。はい。こんな美人なら相手だって困らないだろうに、どうしてわざわざ取引先の、しかも平社員の俺なんかに声かけたんだ？お見合いといっても固くするつもりはない。私はついていかず二人の席を設けるから、どうか気楽に構えてくれ。鈴木くんが断ってもうちの会社の業績に関わるとか、君の給料や出世には響かないから安心してくれ。わかりました。なんて言われたけど、取引先の社長令嬢とのお見合いなんてプレッシャーだよな。俺は小さい頃から内気でおとなしくて、交際どころか恋愛すらせず生きてきた。いいとこ片思い止まりだ。そんな俺が見合いで女性と二人きりなんて、何話せばいいんだよ。ついにお見合いの日が来てしまった。緊張する。いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。あの、予約した佐藤、あ、見合い相手の名前聞いていない。佐藤様のお連れ様の鈴木様でよろしいでしょうか？あ、はい、そうです。佐藤様はすでにお待ちです。ご案内いたしますので、どうぞこちらへ。女性を待たせるなんて最初から失敗だ。こちらになります。ありがとうございます。お待たせして申し訳ありません。鈴木くん、待ってたよ。え？あ、はい。やけに親しげな口調で話してくるな。社長令嬢だからなのか？久しぶり。え？この時をずっと待ってた。え、ちょ、なんで腕に抱きついて。誰ですか？高校の時同じクラスだった佐藤かな子だよ。覚えてない？覚えてるけど、見合い相手がまさか佐藤さんだったなんて。私は知ってたよ。っていうより、鈴木くんとお見合いしてもらえるように私がお父さんに頼んだから。え、なんで？なんでって、高校時代鈴木くんのことが好きだったから。小さい頃から内気で人と話すのが苦手。おまけに見た目も地味な私は友達もできず一人で過ごすことが多かった。そんな私が高校に入って目に入ったのが鈴木くんだった。あの人も友達いなくて一人なんだ。だからって、友達になりませんかなんて言えるはずもなく、その日からなんとなく鈴木くんを目で追うようになった。あ、鈴木くん今日もメロンパン買ってる。好きなのかな。鈴木くん学年順位3位だ。きっとすごく努力してるんだろうな。すみません、本の返却お願いします。あ、はい。鈴木くんが借りた本、私も読んでみようかな。気になる存在だった鈴木くんが私の中でいつの間にか好きな人に変わっていった。な、鈴木と佐藤って二人とも暗いよな。陰キャコンビ。
ほんと、陰キャ同士お似合いじゃん。私と鈴木くんがお似合い？からかわれてるって分かってても嬉しいかも。やめろよ。そうだよね。私は良くても鈴木くんはこんな私とお似合いなんて言われて迷惑だよね。俺は何を言われても構わないけど、佐藤さんを巻き込むべきじゃないだろう。佐藤さんに失礼だよ。え、反論なんてしたことない鈴木くんが声を荒げてる。これって私のためなの？悪かったって鈴木。ちょっとからかっただけじゃん。佐藤さんにちゃんと謝って。佐藤さん、ごめん。ふざけすぎた。ううん、もっと言いたいことがあるのに、喉に石が詰まってるみたいで熱くて胃がキュッと縮んで言えない。佐藤さん、ごめん。鈴木くんは何も悪くないよ。私嬉しかったんだよ。私のことをかばってくれて、女の子扱いして守ってくれてありがとう。溢れ出したら止まらなくなった感情は涙となって私の頬を伝ってた。ごめん、もう関わらないようにするから。違うの。関わってほしくないんじゃないの。私もっと鈴木くんに近づきたい。その言葉は喉元まで出てもまた奥へと押し込まれてしまう。こんな私に好かれても嬉しくなんてない。優しい鈴木くんを困らせたくない。さよなら。何もできなかった私の初恋。成長してコミュニケーションスキルを身につけていくうちに後悔したの。どうして私はあの時素直な気持ちを鈴木くんに伝えなかったんだろうって。どうして好きって言わなかったんだろうって。佐藤さんが俺を。大学入って社会人になっていろいろな人に出会ったけど、鈴木くんのことがどうしても頭から離れないの。ふとした時に頭の中に浮かんじゃうの。父のお使いで取引先に書類を届けに行った時に鈴木くんのことを見かけて、もう諦めたくないって思った。そうだったんだ。突然でびっくりしたと思うけど、もしよかったら私のこと少しでもいいから考えてもらえないかな。俺の初恋、佐藤さんだったんだ。え？高校に入学して佐藤さんに目が行くようになったのは、俺と同じくいつも一人で過ごしてるのが気になったからだ。あの子も人と話すのが苦手なのかな。よし、今日もメロンパン無事に買えた。あれ？佐藤さんだ。佐藤さんは後ろの方に遠慮がちに並んでた。うわ、購買で遅れた。ねえ、俺ら急いでるから前に並ばせてもらっていい？あ、はい。ちょ、横入りはダメだろ。注意したい。そんな思いが胸の中に渦巻きつつも、俺は何も言うことができなかった。俺ってダメだな。佐藤さん、英訳の宿題やった？あ、はい。うちらうっかり忘れちゃってさ、今日当たりそうなんだよね。ノート落ちさせてくんない？どうぞ。それは佐藤さんが昨日家で一生懸命やった宿題だろう。友達でもないくせに何当たり前みたいにノート写してんだ。あの言いたいのに声が出ない。顔が熱くなって体が震える。何？なんでもない。どうして俺はこんな格好悪いんだ。すみません、本の返却お願いします。あ、はい。話しかけるんだ、佐藤さんに。どんな話題でもいい。はい、いいですよ。どうも、ダメだった。気になる存在だった佐藤さんはいつの間にか好きな人になってて、でもそれを自覚すればするほどヘタレな自分に嫌気がさした。な、鈴木と佐藤って二人とも暗いよな。陰キャコンビ。ほんと、陰キャ同士お似合いじゃん。俺と佐藤さんがお似合い？やめろよ。俺は何を言われても構わないけど、佐藤さんを巻き込むべきじゃないだろう。佐藤さんに失礼だよ。
俺と佐藤さんが同じレベルとかありえないだろ。佐藤さんは俺と違ってすごく優しくて誠実で真面目でいい子なんだ。え？悪かったって、鈴木。ちょっとからかっただけじゃん。佐藤さんにちゃんと謝って。佐藤さん、ごめん。ふざけすぎた。佐藤さん、俺とお似合いなんて言われて傷ついたよな。佐藤さん、ごめん。そう言ってすぐ頭が真っ白になった。佐藤さんの瞳から涙が溢れてたから。それほどショックだったってことか。ごめん。もう関わらないようにするから。もう佐藤さんを傷つけないから。あの日から俺はなるべく佐藤さんと関わらないように過ごしてきた。佐藤さん、さよなら。君のことが好きでした。それじゃあ鈴木くんも私を好きだったってこと？ごめん。あの頃の、いや今でも俺は人に何かを伝えるのが苦手で、佐藤さんに自分の思いを伝えることができなかったんだ。それを言うなら私だってそう。言葉にならない感情は涙になって溢れ出して、鈴木くんのことを傷つけてしまってごめんなさい。あの涙にそんな思いが込められてたなんて知らなかった。気づけなかった。私たちまだ遅くないかな。もう後悔したくない。鈴木くんに私の気持ちちゃんと伝えたいの。でもまだ人と話すの苦手だし、恋愛もまともにしたことないけど、佐藤さんと向き合って自分の気持ちを伝えたい。よかった。これからよろしくね。と、こちらこそ。それから俺たちのお付き合いが始まった。え、なんで鈴木くんもう来てるの？まだ30分も前なのに。お見合いの時みたいに佐藤さんを待たせたくなくて、何分前に来ればいいのかわからなくてごめん。なんで謝るの？30分も前から鈴木くんに会えて嬉しいよ。自分の気持ちを伝えないと。俺も嬉しい。鈴木くんのこと、これからは庄司くんって呼んでもいいかな？うん、じゃあ俺もかなこちゃんって呼ぶよ。うん。あれ、さっきからよく手が当たるな。ごめん、近くを歩きすぎたよね。あの、近づいたのわざとなんだけど。え？庄司くんと手つなぎたくて。ああ、うん。今日のデートも楽しかった。うん、俺も。私たち初デートから3ヶ月になるね。そうだね。私もっと庄司くんに近づきたい。え？十分近いけど。足りない。これなら分かってくれる？うん。恋愛初心者の俺は全然スマートにお付き合いなんてできなくて、少しずつしか進めない。でもかなこちゃんへの気持ちは確実に大きくなっていた。かなこちゃん、どうしたの？あの、これ。え？この先の未来も俺と一緒に歩んでくれませんか？結婚してください。はい、よろしくお願いします。庄司くんからのプロポーズすごく嬉しい。ごめん。夜景の綺麗なレストランとか高級ホテルとかいろいろ考えたけど、緊張しすぎて声が出なさそうだと思って。場所なんてどこでもいい。庄司くんが私への気持ちを伝えてくれたことがすごく嬉しいの。うん、ありがとう。高校時代、好きな人に自分の気持ちを伝えられず卒業した。10年を経て再会してくれた君に自分の気持ちを素直に伝えていくと決めたんだ。幸せへと続く二人の未来のために。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。